ちょっと懐かしくなったんで、ゲームのプレイ動画を見たんですけど、武器メタルギアレックスの武器解説。まずこれがバルカンかと思ったら、これレーザーカッターでしたね。あのサイボーグ忍者の腕をこれで切られてました。サクッってビームサーベルみたいに。で、基本スネークが攻撃されるのはここのミサイルランチャー、誘導ミサイルみたいな。で、これ多分スモークですよね。スモークディスチャージャー。こっちにもミサイル、こっからミサイルやたら撃ってきてみて。あとバルカン、ここの両方にバルカンが入って、ここでダガ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 って撃ってましたね。多分これね、中を見ると結構でかい筒が入ってるから、これガトリンク20ミリとかの、20ミリのガトリンクとか入ってそうですよね。もしかしたらあの A 点のバルカンが入ったりしてね、40ミリ、あ、35ミリだっけ。で、あとはレールキャノン、これが核弾頭を発射するレールガン。あとは後ろにも、これは多分ねゲームで撃ってなかったと思うんだよな。これ対空ミサイル、対地対空ミサイルだと思うんですけど、あとレドオブがあってアンカーと、あれ確かグレーフォックス、このアンカーで刺された記憶だったけど、これで刺されてなかったね。一発目この鼻先で壁にドカーンと挟まれて、その後普通に足の裏で踏まれてましたね。そんな感じです、武器解説。マジでやりたくなったメタルギアは、なんだかんだ言ってこれが一番かっこいいと思う。他のピースメ、ゲームボーイ版のメタルギアのあれのメタルギアもまあまあかっこよかった気がするけど、ケサラントロプスだっけ、なんだっけ、4で出てくる人型になるやつ、あれはそんな一応プラも出てるけど、やっぱこれが一番いいかな。いかつい。以上。